年下になりますけど、三笘もいたし、旗手レオとか、森田、ヒデとか、はい、結構すごかったじゃないですか、ね、みんな J1 ほぼ行きました、うん、各、まあ、大学とか各地域でも本当にトップクラスの選手たちが集まって、やっぱサッカーやると、あ、強いなっていうのをやっぱ感じましたね。